皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマは、自分の業種のライバルは同業他社だけではないというお話をしたいと思います。通常ですね、ライバル研究っていうとですね、あのウェブサイトを見て、自分の例えば私だったらパンの時だったらパン教室と横浜だったので神奈川とか東京とか、特に天然酵母ですね、天然酵母パン教室っていうので、探したりとかしていたんですけれども、そればかりがですね、私あんまりライバルっていう言葉好きじゃないんですけど、実は比較対象っていうふうに言ったらいいんでしょうか、同業他社だけではないんですよね。お客様の興味、思考、行動が全て、自分の業種のライバルになるっていうことが分かった方がいいっていうことを今日は伝えようと思ってるんです。具体的にはどういうことかというと、例えば、そうですね、額で言ったら分かりやすいから額で言いましょう。1万円っていう金額があった時に、それをどこに使うかっていうのはそのお客様の興味思考によるっていうところなんですよね。だから、それが習い事に使いたいっていうイメージが強ければ当然習い事に使うし、例えば洋服に使いたい人は洋服に使っちゃうし、食事行く、飲みに行くとか、あとはいろいろ靴買うとか映画見るとか、何をするって、興味の思考ですね、何が好きかっていうことに対してそのお金を使うっていうことなので、あなたのレッスン料金が5000円だったら、その5000円のライバルはですね、その方の興味のあらゆるものっていうことになるので、実は同業他社研究というのはとても大事なんですけれども、その金額に対しての価値をどういうふうに感じて投資しようとお客様が思ってるかを先回りして知るっていうことが大事だったりするんですよね。例えば30代の方が今よく、目にしてて欲しいものとかがあったりしたとするじゃないですか、雑誌とかに載ってて、で流行りのもので、もちろんそれを買っちゃう人はそれでいいと思うんですよね。例えばそうですね、健康用品とかダイエットグッズとか、前に流行ったなんだっけな、ハックだけダイエットみたいな、骨盤ベルト、ダイエットベルトとか、なんかそういうのがあったりとかしてね、そういうダイエットに興味があるっていうの中の事象があった時に、それを買うないしはそういうグッズを買ってしまうより、例えば低糖パンの教室をやってるとか言うとね、それよりも長期的な健康を考えてパンを作れる、低糖パンを作れる技術を身につけませんかみたいな、売りでいくっていうのだってありなんですよね。だから世の中の事象と興味の方向を捉えて自分の方に土俵を持ってきて、その商品の良さを伝えるとか、若干高度なんですけどね。なのでパンならパンだけで比べっこしているんじゃなくて、実はお客様の興味っていうのはこっちあっちっていろんなものに向いているんですね。だから私もその時アンテナに引っかかってるものがピンと、前からうっすら持ってたものがポーンって入ってくるとパッと買ってしまったりとか、特に女性の場合には衝動買いが多い、私だけだったらどうしよう衝動買いが多い生き物なんです、パーセンテージ的に言っても。男性はね、やっぱりしっかりスペック見たりとか、ちゃんとこう下調べしてから買いたい人がね多いらしいですよ。私は一期一会的な考え方があるので、その時見て、あ、これないな、もう出てこないなって一点物とか特に弱いですね。いいなと思ったらやっぱり買います、とりあえず後で後悔するの嫌だから、この間もなんかね、ちょっと絵を1点買ったんですけどね、なかなか1点物だったんでなかったんで、しょうがないですよね買っちゃいましたけど、それはちゃんとイメージがね、こういう感じのっていうのにドンピシャで来たので、買ったりとかしているので、その直感っていうのは結構信じていたりとかしているんですよ。なのでどちらかっていうと、女性はねそういう部分もあったりするので、その潜在意識下の方に
早めに訴えられてこうお金をキャッシュを抑えておくみたいなねことができるといいので、今そのお客様とか世の中の人は何を基準にね考えているんだろうっていうのをキャッチアップして、先回りしてキャッチコピーを作ったりとか商品展開をすると心に響くので、結果としてスッとこっちに寄ってくる。だから誤解しちゃいけないのは、同業他社っていう研究はもちろんのことなんですけれども、時流とかあとはその方の興味の方向は他のものに向いている可能性があるので、まあ、その中で優先的に自分のところにお金を落としてもらうには、どういう言葉で、興味を引いたらいいのかなっていうのも考えてみるのもいいかもしれませんね。健康化切り口だったら、私のパンの時だったらそうだな、天然酵母のクラスとかテトパンの方のクラスは多分そういう切り口でやることができましたし、あとは手作りのものを人にあげるっていうことが世の中でもしも流行っていたりしたら、ハンドメイドの雑貨でもいいわけですけれども、当然私の場合にはおしゃれな天然酵母パンっていう成形が特殊な感じの他には売ってないプレゼントに向いているパンを作っていたわけなので、そういった手作りものをプレゼントにいかがですかっていうのをキャッチコピーで開けてきたりとか、やってるサービスの事実は変わらないんだけれども、まあ、見せ方を変える、世の中の人が思っている方向を逆手にとって自分のサービスをアピールしてみるとか、そういう考え方も一つマーケティングな要素であったりするので、ぜひご参考にしてみてください。それでは。